ベルボア砦、コチャブハヤルレン、カウカブアルイコールハワは、イスラエル北部、ガリラヤ湖コの南方20キロメートルの丘の上にある十字軍国家の、砦。リデ。1168年に、ホスピタル騎士団のグランドマスターであった、ジルベルデセリーが築城に着手した。復元された砦は、ベルボア国立公園の中にある。この遺跡は、イスラエルに残る十字軍の砦の中で最も、 良好に保存されているものである。ヘブライ語の名称であるコチャブハヤルデンはヨルダンの星を意味し、ローマ帝国からビサンティン帝国の時代に当地の近くにあったユダヤ人の村落の名称コチャバに由来する南西側からの眺め。ホスピタル騎士団は1168年にベロスというフランス人貴族からこの敷地を購入した。 ヨルダン渓谷から500メートルほどの高みある高原からはギレアドからエルサレム王国への道や金傍の都派点を見下ろすことができた。北方にはガリラヤ湖があり、西方には丘陵地帯が広がっている。砦の場所は周辺地域を一望に収めるところにあり、アブシャーマによるとその城は星々のただ中にワシの巣のように月の傍らに立っていたという。 ホスピタル騎士団は敷地を購入すると直ちにベルボア、トリデの建設に取り掛かった。ジルベルデセリーがホスピタル騎士団のグランドマスターだった時期、騎士団は新たに13ほどの城を築き、中でもベルボアは最も重要なものであった。ベルボアトリデは東方からエルサレム王国の攻略を目指していたイスラム教勢力にとって大きな障害となっていた。1180年には、 イスラム勢の攻勢に対して、砦は耐え抜いた。1182年には、砦の近くで、ベルボア城の戦いが、エルサレム王国の国王ボーダン4世と、サラーフッティーンの間で戦われた。ヒッティーンの戦いでサラーフッティーンが十字軍に対して、勝利を収めると、ベルボア砦は包囲された。工場戦は1年半に及んだが、守備側は1189年1月5日に、 降伏した。その後は、ダマスカスのアイユー部長の支配者によって一周される1219年まで、アラブ人の総督が砦を占拠していた。1241年、取り出はフランク人に譲られ、その支配が1263年まで続いた。オスマン帝国の統治下では、統治はアラブ人の村カウカブあるイコールハワとなり、 1947年から1948年にかけてのパレスチナ内戦の際には、イシューブ側の軍事攻勢を受けて、住民の多くが逃亡した。1963年から1968年にかけて、当地にあったアラブ人の建物は、イスラエル当局によって破壊撤去された。ベルボア城の平面図。第二次世界大戦後、十字軍の城についての研究は、 停滞した。シリアでは、1946年の独立宣言以降、考古学調査にはほとんど資金が投じられなくなった。イスラエルでは、ジョシュア・プロワー,ーのもとで十字軍の城についての研究が進められた。その最も重要な発見がなされたのがベルボアであった。1963年から1968年にかけて、イスラエル考古学庁は、 城の発掘調査を進めた。この調査が行われるまで、ベルボアは一重の壁を構えた単純な構造の城だと考えられていた。1960年代の発掘によって、エルサレム王国における初期の軍事建築が複雑なものであったことが明らかにされた。ベルボアの設計は、ローマ帝国時代のカストラに通じるところがあり、旧地中央を囲む壁は、 正方形で四隅に塔を乗せ、壁の一つに大きな楼門が設けられており、この事例では西側の壁に楼門が設けられていた。ベルボアは集中式城郭の初期の事例の一つであり、この形式はその後の十字軍の城でも踏襲された。城の形は左右対称になっていることが多く、外側の正方形の壁は四隅に配された四角い塔屋で強化されており、 内側に設けられた中心部分を囲う壁にも四隅と西側の壁の上に洞屋が設けられていた。歴史家 HJA サイヤによればベルボアにおける集中式城郭の設計原理はその後の数世紀にわたって城の設計に影響を与えたという。内外のそれぞれの壁の内側には地下室が設けられており、貯蔵庫や砲撃船の際の対比号としても使われた。 また、城を囲んで、幅20メートル、深さ12メートルの堀が巡らされていた。ありがとうございます。